えー、こんにちは。岸田総理の息子さんが総理秘書官になったらしいんですけども、なんとね、この総理秘書官たる息子さんに中国共産党からのスパイ疑惑がかかっているということを皆さんご存知でしょうか私もよく知りません。なんかそんな黒い噂があるんですが、スクープは、えー、今回ですね、どこだろう。ポリティクスという記事になりますね。 ファクターオンラインというところに書かれております。まあ中国共産党のスパイとまでは書かれてないんですけども、この記事からそういうふうなことをね、えー、おひれをつけている人がいるっていうことですね。はい、じゃあ記事を読んでいきましょう。えー、官邸極秘情報だら漏れ。発信源は首相長男。岸田翔太郎氏か。早すぎるフジテレビスクープ連発。10月の秘書官就任直後からということで、結構流れてみたいですね。いやー、記事はね、こういうふうに出てますね。 岸田文雄首相が公私混同との批判を受けながら10月、首相秘書官に起用したばかりの長男翔太郎氏をめぐり、ある集文が長田町を駆け巡っていると、えー。翔太郎氏の秘書官就任直後から官邸内部の極秘情報が外部に漏れている。疑われている流出先はフジテレビの総理版の女性記者。実に困惑しているということらしいです。 え大手紙面の政治部記者が解説すると。政務秘書官だった山本高木氏が古巣の、えー、岸田事務所に戻り、代わって翔太郎氏が秘書官に就任したのは10月4日のことでした。その200日後の24日、旧統一協会の何とか,かんとか総裁との親密写真の存在が発覚して、<laughs> <laughs> 挙手が注目されていた山際大志郎経済産業省大臣の辞任を富士がいち早くスプープしました。スクープですね。岸田首相が堅くクに野党の辞任要求をあ阻んでいましたから富士の速報に各社とも泡を食らってるんですと。あ、山際大臣のことを書いてますね。ちょっとその後はね、有料記事なんでここでは紹介できません。ということで肝心なところが、おい、 わからないんじゃないかって言われそうですけども、すいません。あの、先を知りたい方は申し訳ないですけども、ファクターオンライン、こちらの方のね、えー、ログインをしてください。URL 一応下につけておきます。えー、それでは。